声優の新田咲さんが左三角脳室部髄膜腫のため2月6日に亡くなったと、所属事務所が14日、発表した。31歳、葬儀は親族のみで執り行われた。新田さんは、映画、ルイの9番目の人生、ルイ・ドラッグス役、吹き替え、アニメ、ポケットモンスターベストウィッシュ、ポプテピピック、などに出演、世界一受けたい授業、日立世界、不思議発見などのボイスオーバーも担当していた。